お待たせいたしました。今度はね、降りるところちょっと皆さん見てもらう。自然と歴史の宝庫金華山に別れを告げ、ただいまより山を下ってまいります。この山は昔は今の山と呼ばれておりましたが、戦国時代織田信長公はこれを金華山と統一しており、あ、降りるのもまたいいね。なんか中国の故事に習い、岐阜と改めたと言われております。今を去る500年前の戦国時代に、国取り物語などで有名な斎藤道三公は京都から美濃へ乗り込み、美濃を制する者は天下を制すると豪語し、美濃の実権を握り、理想的な国づくりをしたのです。また織田信長公はここを天下統一の足場として、楽市、楽山などいろいろな政策を打ち出して行き、その基礎を後の安土桃山時代の政策に用いたと言われております。ただいまくなってまいります。岐阜公園はその昔、道三公、信長公の館のあったところで、四層建てのその御殿の立派なことは京都の金閣寺をしのぐほどであったと、ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスの書簡に記されております。またこの公園は明治15年に開園され、園内にはこれ今鳴きが通し、日暮ら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 し、もう日暮らしが出てくるのか。のもう時期的にそれ、もうだって飽きて、今日これ見れはって、ただ日暮らしが終わったらつくつく星ね。いや、つくつく星はもうだけよ、泣きようか、両方つくつく星だけに。だいたいあいつらが泣き出したら夏の終わりやから、ね、日暮らしが泣き出したんだけど、うん、私で聞いて分かること、うん、足元に十分ご注意くださいませ。ありがとうございました。じゃあ皆さんでは。